そう思いまして、感謝しなさいね。いや感謝しますってね、こんな心を持たせてくださって、こんな立場に立たせてくださって、ありがとうございます。あんたもそう思いなさい、そう思いなさいね、うん、ほんと、うん、でもまた若いですから、仕事たくさんすることできる。私の娘です。一緒、私の娘さん。ああ、そうですか。ああ、その娘さんはついてきたの、あれは自ら来たの、お母さんについてきたの、ついてきた。日本語少しできるんです。あの相談者がアメリカ人でハーフなんですけど、日本語少しできるから連れてきました。ああ、そうですか。日本語が少しわかるんですね。奥さんが、お母さんが日本人、うん、でご主人はアメリカ人。アメリカ人。どこ？アメリカ人。ご主人がアメリカ人。うん、そうですか、うん。よく来られました。でもね、これ知心を持つのが、これが大変ですよね。知心を、本当にこれに対しての知心を持って、これは本当の話であるし、これは神様が本当に世の終わりの日にくださったメッセージであるということをね、それを信じないと決心するのが大変難しい。でもお母さんがね、決心をしましたので娘もついてきましたね。娘の旦那さんもいる？あ、まだです。まだいません。まだ旦那さんもいます。祝福受けないとあれだね。準備中ですか？準備中。準備中。準備中です。準備してる。顔が綺麗だから、いい人に会うことできますから、心配しないと。でも30過ぎだ。まだ20歳。20歳。20歳ですよ。まだまだだね。そうですか。はい、ここにいらっしゃる皆様は全国で一緒にお会いしましょうね。勝利して天国で会いしたいですね。しましょうね。先生、一つ質問あります。よろしいですか？質問一つありますが、日本人はとっても真面目でね、真面目で一生懸命やるんですけれども、そうですね、アメリカ人とか韓国人と比べたら少し積極的じゃないところがあるかもしれません。でもすごいスピリットというかね、決意を持っているんですけども、何か日本人が自信を持っていくところに何かアドバイスがございますか？日本人が決心をしてやるときには、ここにはね、皆様が想像することのできないことが起こります。だからそれを起こらせてください。どこに行っても、世界のどこに行ってもね、日本人がみんな先頭に立っているんですよ。それは素晴らしいですよ。だからここにいらっしゃる皆様もそう思いなさい。でも日本人たちはあれを発表していないからそうですよ。中にはあるけど発表しなくて、こう座っているからそんなに見えないですけれども、本当はそうじゃない。発表した方がいいですね。発表した方がよろしいですか？発表 したら自分の力が出るんですよ。発表した、私がこうです、ああですとね、発表していきましたら力が出ますのでね、うん、発表するところには神様が働きますよ、うん、だからそれして、はい。でもこれ今これ20名以上でしょ。
そうですね、20名ぐらい。20名ぐらい。はい、20名ぐらい。もっと来るはずだったら雪が降った。あ、そうですね。あ、来るはずの方がいたんですけど、昨日は大雪だったんですね。ニュージャージーのことが大雪で、少し心配が増えて、少し、そうですね、10名ぐらい減ったんじゃないでしょうか。あ、そうなんだ。減ってしまったんです。たくさん入りましたね。そうですね。もっとたくさんにします。もっとたくさん。これがますます発展しますから、皆様の心の持ち方によって違う。どういう心の持ち方を持っているの、どういう信仰を風で皆様が叩いているの、それによって違います。だからね、本当にお父様がおっしゃったんですよ、死に物狂いになって働きなさい。皆様は信ずるのに命かけてしなさいとおっしゃったんですよ。だから命をかけるときには神様が約束してくださるし、天にいらっしゃるマクドのお父様が約束してくださるし、そればかりじゃなくて本当に皆様の先祖たちが約束してくださるし、皆様の高尊たちも皆様と一緒になってしてくれますので、力がたくさん出るんですよ、たくさん出るようにしなさいね。はい、質問じゃないんですけども、はい、なんていうのか、お母様 の、 あのスピーチをね、英語でインターネットで見てたら、なんか昔からね、なんかお母様はなんかお父様の御言葉を兄弟にね話すのをして、そんなにされなかったように見えるんですけども、でずっとそれを見てて考えたんですけど、でインターネットでね、お母様はお父様の言葉をあまり聞かれていなかったっていうことを出そうかと思ってたんですけど、1月の今年の1日に霊的な声がね聞こえて、それはねみんなもうすでに知っていると、すでに閉じて知ってる、お母様があまりお父様の御言葉をこう分かっていない、そしてみんなに兄弟に話したりすることがないなかったということを感じて、まあ、実際そう感じられて、インターネットに載せようと思ったんだけども、1日の朝にね霊的な声が後ろから聞こえてきて、それはねもうみんなが知ってることだから言わなくてもいいと、違う方向からね、違う方向からこのフェデレーションの人たちに話を した方がいいっていうね、先生自身なんですね。お母様は韓国でお話をするとき、昔はそんなこと一切なかったんですけれども、今はどのような話をしますかと。一番初めの話が、お母さんは三代が清めた、その何ですか、清めた血統を持って、生まれてきて、健在のない立場であるし、お父様は健在を持って生まれた方である、その話を今はどこにでも一番初めのゾロンにその話が出る、その話が出る。だからみんなおかしく思って、韓国の幹部たちもそれをおかしく思いますけれども、今家庭連合の力は大きいものですからね、誰もお話をする人がない、それがいいことです、それは当たり前のことです。こんなこと言ってるんですよ。だからできないですよね、でも私なんかは苦しくでありますのでね、そのような話を聞いたらそれは苦
本当の話じゃないのにね、その話をしていますので、私はこれを我慢することはできません。ね、健在のない話、健在のないお母さん、まだお父様は健在のあるお父様、そんな話を聞いたら、私はそれをね、そんなに理解しようとしてもできないから、私はこれを変えるのがいいと思って変えてきました。それで今、韓国では大変なことが起こっている。私がここにいたとして、あれはもう年取って気遣いになっているから、あんなこと言っていると言っているんです。でも聖書にね、何の話がありますかといえば、私のために悪口をたくさん聞く人は福がある人である、うん、天からの賞がたくさんありますので心配しないでくださいという言葉がありますのでね、いやこれは当たり前のことを聖書は言っているねと、そう思っているんです。ですから皆様は一回決めたことは決めましたので、私はあと霊界に行く時まで行ってからも変わらないで、その信仰を持っていきますと言っていく時には、神様が本当のこととして審判してくださると思いますよ。それですから変わらない普遍の信条で終わりまで行く皆様になってください。心が変わって、人の心はね、朝晩変わりますね。これが大変ですよね。朝晩変わりますよね。だから皆さんもね、変わらない普遍の信条を持って終わりまで行かないとね、死ぬ時まで、私は死ぬ時までじゃなくて死ぬ時まで死んでも行かなければならないし、死んだ後でも私はこの決意をしています。でもね、それなかなか難しいですよね。そんなたやすいことではありません。難しいですけれども、神様助けてください。私はこのような心持ちでおりますので、助けてくださいと、ね、祈っております、うん。でも神様がね、いつも慰めてくださいますし、共にしてくださるということを、私自身、本当に実際にこれをね、覚えているし、実際に私は本当に確信しているんです。それですから、私には今も韓国には私のために祈っているたちがたくさんいるんです。たくさんいるんですから、私が弱くなろうとしてもできません。本当にその人たちが祈祷してくださるために祈祷してくれます。自分たちが私に電話が入っています。韓先生のために、韓先生の子供たちのためにも祈っておりますよという声、電話が来るんです。今はどうか分からないんですけれどもね、今はちょっと気が狂った人のように見えるでしょう。ですけれども、正しくないことは正しくない、正しいことは正しいことですから、正しくないことに両手を上げたらダメだと思います。そうでしょう。そうです。それで今この道を65年間歩いてきました。統一教会で一番長い、そんなに長いとしても私以上の人はない。私一番初めにお父様に出会ったんですからね。誕生日はいつなんですか？10月1日。誕生日は10月1日でいらっしゃいますか？10月1日けども、韓国の旧暦では8月の20日。
8月の20日、8月の20日です。もう殴され叩かれもう蹴飛ばされ本当に迫害がたくさんありましたけれども我慢してきました。一緒に行きましょう。みんな離れないでこの道を一緒に行きましょう。共に、はいはい、本当です。本当にそうです。一緒に行く覚悟をして一緒に行くようにしましょう。私も何かたくさんの支援がこれからもあると思います。これからもあるということを覚悟しながらあっては私は貫いて戦って勝利しながら行きますと、そういう心を今私は持っているんです。持っているけれどもね、暗闇が入ってくるところがたくさんあるんですよ、うんうん、暗闇が入ってくる。他の人たちはこの道こんな道行かないのに、どうしてこれ行こうとしてこんなに歩くこともできないものが出てきてこんなに動いているかと思ったらね、ちょっと変に思われる時もあるんです。ですけれども天国を所有するというのはそうたやすいことじゃないですよ。天国を所有する、なぜかといえばお堂様が行った道が本当にこの難しい峠を越えながらお父様が歩んでこられましたので、その道を行こうとしたら私もこの峠を越えなければ、この水海を越えなければいけないとそう思っているんです。何が入ってくる時にはサタンを追い出すんです。サタンをあちのけにしてそして行くんです。そしたらね、ちょっと時には悲しい時があるんです。泣きながら行く時もあるんですよ本当の話これは泣きながら行く時もある。いつも悠々と勇気を持って行くんじゃなくてね、時には弱くなって自分が自分を叱りながら自分が自分をね踏みながら行くってな行く時がたくさんあるんです、うん、でも皆様はみんな勇気がありますね。こんなに全てを捨ててこの道を行くということは寂しとくじゃない。ことはないですね。あ、でも娘もあるし主人もいる主人も一緒に行くから力になるんですよ。私は主人を信じてここに来ました。主人を何信じて。ご主人さんをが先にサンクチュアリに来たみたいです。そのご主人さんを信じて。あれそうですか。これはもっとこう幸せですよ。主人が初めに来ましたのでね。主人がもっと日本の宿ですよね。アメリカ人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 。そうですか。そう、言葉もよく使いますね。英語。英語まだ文法がまだですけど。子供はよくしゃ。子供は。子供よくしゃいます。7人の子供さんがいらっしゃる。ああ、そうですか。女は何名？4人ですよ。女4人、男3人。あんたは金持ちよね。富をたくさん持ってる子供たちがどうなんですよ。まだ皆様にお会いする時が来るでしょ。もうお会いして、そして天国に一緒に行く希望を持って一緒に行きましょう。
皆様が前に行くかもしれません。前に行くというのは前立って何ですか、身胸のためによく頑張りましたら、私よりもっと前に立ってすぐす立場に立つことができるんです、うん、そうです。質問ないですか、うん、大丈夫ですか。質問はどうぞ。はい、どうぞ。もうこっちに来てちょっと前の方ですね。どうぞ。あとは誰、日本人、日本人。そうそう、綺麗ね。入教の時の証を伺ったんですが、お父様が生きておられる間で一番の思い出があったら、その証を伺ってみたいです。その入居の時の私は本当に感動的であったんですけども、それ以外でお父様との一番の思い出があったらお伺いしたいです。一番の思い出が、はい、お父様との思い出を、うん、はい、ありましたら、うん、入居の時以外でお父様との何か思い出がありましたらお願いいたします。私、そうですね、アボジとの、うん、そうですね、私はね、何ですか、元キリスト教の伝道師だったんです。伝道師の時にお父様に出会って御言葉を聞いてこの道を出発しました。出会いが前に出会いがあった思い出があったと言ったら何でありますかといえば、私はね、本当にイエス様を信ずるのに気が狂って信じてきました。それでね、道を行きながらもね、人に出会った時にはどうしたかといえばね、私背が低いでしょう、人がよく見えないんで石を持ってきてその上に立ってね、何をしていたかといえば、イエス様を信じなさい信じなさいと言ってね、叫んだんですよ。それを叫んで、それで、お父様の御前に、来た時にはそれに気が狂っていましたので、私は一生涯何をするかといえばね、本当に、イエス様を紹介するのに、イエス様を多くの人たちに、何ですか、多くの人たちに見せてあげることをしなければいけないと思ってね、行き来する人誰一人で以外なくみんなに声をかけてお話をしたことがあるんです。今もそのことを思いましたら、いや、その時の熱心は今は足りない、その時がもっともっと私は気が狂って、御言葉を語ったのであると思います。それで私が声をかけてキリストを信じた人たちがたくさんいると思います。それ私は気に残っているんです。何ですか、私が声をかけてイエス様を信じた人たちが多くたくさんいると思いましたら、それが力になる時もあるしね、それが本当に私にとってね、嬉しい時がたくさんありました。そんなに私はあれをしたんです。何をしましたかといえばね、あれをしたんです。イエス様を信じて、それを したのであるか分かりませんけれどもね、お父様が私をね、路傍伝道をするのに一番先に選んで私のそれをさせたんです。1957年度にね、路傍伝道をしなさいと言って、それで私は他の役をみんな辞めて路傍伝道を私は始めたんです。たくさ
んの人たちにね、行き来する人、パゴダの公園でね、私は あれをしました。転倒しました、パゴダの公園で。それでもう、そこ公園で転倒なんかしたら、警察に引っ張られていくんです。警察に引っ張られて行って、一泊二泊もしたことがあるんです。その警察でね、そのことを知っていて、一日も休まなく、毎日その公園で私は転倒をしたんです。ある時雪がね、このぐらい積もってね、もう足がこのぐらい入るんです。だからね、転倒する、行き来することもできない。それでお父様に言ったことがあるんです。何と言ったかという、先生、今日は私は天道に行きませんと言ったんです。そうしたら何とおっしゃったら、なぜ行かないかと言うので、私はね、雪がこんなに降って人がいないです。人もいないのに私がどこで、御言葉を 語りますか。だから私は行きませんと言ったら、お父さんがね、八角で八角でという、こう八の木をしたところがあるんです。そこに行って、そこの上に入って、人がいなかったら、手真似、足真似、手真似でも足真似、体真似でもしながら、そこに立ってしなさいって言うんです。それで私がね、そうしたらみんな気遣いって言います。人もいないのに、どうして私がそこで、講義をしますかと言ったらね、あなたの心が最頂上に残っているならば、手真似、足真似、体の真似だけしてそこに立っていても、しっこになられる方がたくさんいるのよ。だからあなた今日休まないでしなさいって言ったので、その日も休まなくて私は転倒したことをいつも覚えてるんです。いやー、そのことお父様が言ったんですよ。世界の中心は韓国であるし、韓国の中心はチョンノ、チョンノというところにチョンノであるし、松野のところにパクダ公園があるんです。松野の中心はパクダ公園であると、うん。それでね、そこでお父様は私に死に物狂いになって、死んでもいいからという心を持って、路傍伝道しなさいって言って、路傍伝道の始めが私を中心として始まったんです。まだ7月20日の天道ですね、7月20日になったらみんな夏と冬の天道が始まります。その時も私一人を送ったんです。私一人が何をしたかといえば、その20日の天道に山積したことがあるんです。それでお父様が何とおっしゃったかといえばね、あなた転倒するね、あなたがいつも最先に立って、あなたがそれをしなければいけないと言って、私をして、私はその時小金たちがみんな人をね組んで、転倒に行きましたけれども、私行かなかったんですよ。お父様があなたをバカだの公園でそう講義をしなさい、そう講義をそこでね7年間もしたんです。7年間も、何ですか、路傍伝道をしたことがあって、それが一番気に残っているんです。伝道の始まりを、私を中心として始めて、まだ路傍伝道も私を中心としてお父様が始めてくださったこと、これがね、いつも気に残って、本当にお父様が私にこれをさせたのは普通の問題ではない、本当に世界を生かせるために韓国の一隅で初めてこの伝道を、初めてロボを伝道したりいろいろさせてしてくださったことを心から私は感動して、いつもそれを思う時にはもう涙ぐましくなるんです。なぜかといえば、あんまりにも迫害を受けない。だから
道を出て歩いたらね、みんな指さすんですよ。あの人は八甲田の公園でロゴを伝道している人ですとね、みんなが指しながら言うことがありました。それはかりじゃなくて、酒を飲んだ人たちがもう本当に悪口を言ってどうすることもできない、そういう立場に立ったことがあるんですよ。そういうことがあっても私はそれをじーっと我慢して、そして酒を飲んだ人たちに何の話もせずにただたまって立っていたら自分たちで逃げていったこともありますし、いろいろとね、たくさんのことが起こりましたけれどもね、無事にそれをね、戦って勝利することができたんです。だから私はね、昔、アマレクとイスラエルが戦う時に、アマレクが手を挙げたらアマレクが勝利するし、イスラエルが手を挙げたらイスラエルが勝ったんですよ。だからその手を挙げることによって勝つとか待つ負けるとかあれがありましたので、いつも私は右の手を挙げながら神の川に立たせてください。神様が右という時には右、左という時には左、そして私は我慢して潰していかなければいけないという、そういう心を持って、伝道したことがいつも頭に残っているんです。だからそれをね、ドイツ業界に入らない前から私はその伝道をして、頭のこの底にそれが残っているんです。私は死に物狂いになって人の命を生かす、この役を私がしなければいけないというこの役を持って、それでロボ伝道の始まりも伝道の始まりも、この20日の天道の始まりもみんな私一人が言ったことがあるんです。他の人言ったのか、私一人で言ってね、それを勝利したことがあって、今もそのことを思いましたら本当に懐かしくなるし、いや私にこのことをさせたのは本当に神様が、お父様が私にこれをさせてくださってありがとうございますと言った時がたくさんあるんです。だからね、私はそれをしながらも、それが辛いとか嫌いとかそんなこと言わなかったんです。いつも感謝しながら、神様ありがとうございます、他の人にさせなくて私にそれをさせてくださった、これは本当にありがたいことですね。そうありがたく思っているんです、うん、だからあなたも一生懸命しなさい。あなたどこにいるの？ここに住んでいる？ここに住んでいる、はい、ああ、そうね。あなたは祝福受ける？そこに主人がね、誰？ああ、その方だね。若いね。若い、若い、若い。若いですよ。はい、若い。あなたのこの、なんですか、夫人は、あなたの妻は。本当にあの、なんですか、顔もきれいし、いろいろもう胸を浮かび尽くすその立場に立っていますので、誰が互いに愛しながら本当に身胸のためにたくさんの貢献をしなさい、貢献をして、そして尽くして、アドになりまして、神様の身胸の前に立つ時には、二人が本当にお前たちは苦労したねとしながら賞をたくさんもらうようにしたらいいと思います。それを思ってください。だから二人で喧嘩しないでいつも仲良く仲良く喧嘩するでしょ。だからね、負けるのが勝つのです。だから負けなさい。負ける時にはあなたが勝つ立場に立つけれども、
あなたが勝ったと思う時には負ける立場に立ちます。だから、ね、負けるのが勝つと思って、いつも負けながら、それでお互いにね、本当に、子供はいない。3人おります。3人おります。3人もおる。おー、男。男の子1人、女の子2人です。うん、女の子と男の子。はい、あ、そう、日本のどこ？大阪出身。大阪出身。あなたも大阪？いや、私は北海道。北海道、寒いところね。寒いところです。うん、そうですね。そう、一生懸命にね、仲良く暮らして、あと天のお父様と誠のお父様の見舞いに立つ時に本当に勝利して賞を受ける尊い立場に立ってくださいね。お願いします、はい、でもあなたが勝つ、喧嘩したら誰が勝つ勝つのか負けるのよでも二人がね、一緒にこれ出てきたというのは、これは奇跡です。奇跡です。二、うん、人が一緒に出てきたというのは、本当に奇跡です、うん。これからもっともっと、うん、互いに褒めたたえながら生活しなさいね。互いに褒めたたえながら生活する。そしたらね、家庭がね、すぐにどうなるかといえばね、本当に幸せな家庭変わりますよ。幸せな家庭変わりますので、幸せな天の祝福家庭を作って、全世界に誇らす尊い家庭になってくださいね、うん、お願いします。もう子供3人ですから、あんた何があって、何があって、家庭は何かって4000万層です。そうですか、ありがとうございます。いろいろと今日、そしてもう本当に、あの、何ですか、日本のこの中心家庭にあってありがたいです。一生懸命に中心に立ってしてください。はい、はい、頑張ります。はい、頑張ってね。あんたの招待者の名前なんと言った？ユミです。ユミさんですね、あの方。あの方です。後ろに座っている方、ユミさん、みんないいですね、いい家庭です。はい、今日もこれで終わりましょうか。はい、はい、最後じゃお祈りさせて、はい、お祈りしていただきます。はい、愛する天のお父様、まことのお父様、今日ここはセンチュリア教会でございます。たくさんの迫害を受けながらも、このセンチュリア、神の祭壇、神の聖殿に集まって祈りながら、求めながら、そして天のお父様と誠のお父様を証ししながら、死に物狂いになって信仰の道を歩んでいる宿たちにお会いしました。天のお父様、10日ともにしてくださいまして、ここの日本の家庭の上に限りない恩恵を施してくださるほど、
心からお願い申し上げます。長い間信仰の道を歩んできましたけれども、お堂様の孤独本当に疲れなく、いつも生き生きして歩む姿をご覧になる天皇堂様と誠のお堂様と、またここにいらっしゃる百人大未来の王様が心配していらっしゃる中で、信仰の道を歩んでいることを思い出す時ごとに、天皇堂様が助けてくださらなければなりません。共にしてくださらなければなりません。小さなことから大きなことに至るまで、天皇堂様見守ってくださいますし、一緒にしてくださることをお願い申し上げます。心の中に悩みがありますか？天皇堂様すべてを解いてくださいますし、本当に愛してくださってすべてをなくしてくださることをお願い申し上げます。今ここの教会は神の聖殿として新しく出発した家庭でございます。新しく出発したまだ教会でございます。天皇堂様、本当に昔弱くなる時に共にしてくださいましたし、力をなくした時に天皇堂様が共にしてくださいまして、力を与えてくださったその時を思います時ごとに、私たちは絶対天皇堂様と誠のお堂様、まだ本当に大二代目の王様でいらっしゃる平人様に心配をかけなく、私たち自ら走りながら、私たちこの道を勝利していくことのできる日本の主君たちになさせてくださることを心からお願い申し上げます。日本の席を持っていながら、このアメリカに来て本当に辛いこと嫌いこと憎まれながらも、この道を歩んでこられた兄弟姉妹でございます。天皇堂様、哀れに思いまして、この方たちに世の終わりに本当に神様が力を与えてくださいますし、勇気を与えてくださいますし、本当に共にしてくださいまして、全てを勝利して、まだ勝利していくようにしてくださることを心からお願い申し上げます。何かの問題があるときには、天皇堂様が本当にお堂様の立場で一緒にしてくださることをお願い申し上げます。人の力で解決のできない問題があるときには、天皇堂様と、そしてまた誠の堂様と、平人様が共にしてくださって、全てが胸の中で解決できるようにしてくださることを
心からお願い申し上げます。そしてこの教会がますます復興するし、全世界に本当にここのセンチュリア教会が本当にみんなに喜びを、みんなに心情的に勝ちましたという誇りを残す教会になってくださることをお願い申し上げます。今日この苦労して来られた日本の宿立ちにお会いできましたことを心から感謝申し上げます。これからますます共にして、本当に私たち永遠に記憶する尊い役事をここに天皇堂様が施してくださいますので、私たち心配なく勝って貫いて行くことができますようにしてくださることをお願い申し上げます。今このアメリカにはこのセンチュリア教会に来るために準備しているたちがいると思います。夢の中で見ている人たちもいると思います。天皇堂様、本当に共にしてくださって、自分も知らずにここに足を動かすようにしてくださることをお願い申し上げます。お堂様が共にしてくださる時には、全てがなすことができますので、天のお堂様、どうか共にしてくださって、本当にここを中心として世界を動かすことのできる革命が起こるようにしてくださることを心からお願い申し上げます。本当に苦労していらっしゃるここの平人様は、福神様、家那様、また福神様の奥さんにも共にしてくださいまして、模範になって全ての宿立ちに力を与えることができまするように、共にしてくださいませ、お願い申し上げます。全てお任せいたしましたので、天皇堂様がすでにみんなを分かっていらっしゃるし、天皇堂様は本当に生きていらっしゃる神様であることを、ここにいる宿立ちが本当に自覚するようにしてくださいませ、お願い申し上げます。お堂様は生きていらっしゃいます。過去も現在も未来も生きていらっしゃるからでございますので、本当に共にしてくださいませ。そしてここを中心として、アメリカはもちろん世界全体の上に大きな恩恵を施してくださいますよう、お願い申し上げます。ここにいる宿立ち一人持ちないで、天の御前に立つその時まで不変の心情で終わりまで貫いていくことができるようにしてくださることを心からお願い申し上げます。私は何でもないものでありますけれども、ここにいて一緒に心を合わせ、身を合わせて、ここで死ぬもの狂いになって戦うことができるようにしてくださることを心からお願い申し上げながら、이모든말씀축복중심가정상현실이름으로간절히기도하고비옵나이다. 아주 아주
ありがとうございました。みんなで写真撮りたい。